公共曲第30番波長情報冒険 I-30 はフランツ・ヨゼフ・ハイドンが1765年に作曲した公共曲である。この曲は青春館に歌われるグレゴリオ聖歌のアレルヤの旋律を第一楽章に使っているためアレルヤ公共曲と呼ばれている。演奏時間は約12分。公共曲第28番から31番までの4曲は 実質原稿から1765年に作曲されたことが分かっている。ハイドンの初期の公共曲は三楽章のものと四楽章のものが混在しているが、1765年以降で三楽章の曲はこの曲と公共曲第26番の2曲だけである。両者とも天礼音楽の引用があり、おそらく教会での演奏用に作曲されたために、 特別な構成を持っているのかもしれない。アレルヤという副題は、自筆原稿には見られないが、同時代の筆者譜にすでに見られる。アレルヤの主題は、第一楽章の裏旋律として現れる。同じ音楽を、ハイドンは、バリトン三0奏曲の第一楽章にも、転用している。また、モーツァルトのカノン K553 にも使われている。フルート1、大ボエホル 1> 第1バイオリン、第2バイオリン、ビオラ、低音。独創フルートは、第2楽章と、第3楽章の一部にのみ現れる。アレルヤのテーマ44拍子、そなた形式。成果の旋律は、第2バイオリンに現れ、第1バイオリンがそれを装飾している。第2主題も、同じ動機に基づき、同種単調への陰りが見られる。展開部は、 冒頭の上昇音景の動機により展開される。再現部は、管楽器のみで成果の主題が奏され、提示部よりも、簡略化されている。と長長、に四拍子、そなた形式。ホルンは休み。アウフタクトで始まる普天リズムを特徴とした主題を、弦楽器が奏し、独創フルートや応募が続く。展開部は独創フルートが、ソリスティックに活躍する。 通常のメヌエットと異なって、トリオからダカーポするのではなく、中間に二つの挿入エピソードを持つ。二つのトリオとコーダを持ったメヌエットとも考えられる。メヌエット主部は、ホルンの落ち着いた音色が特徴的な穏やかな主題。それに続く部分は、トリオの表記やメヌエットの反復の指示はないが、ヘチョウチョウでバイオリンと独創フルートを重ねた流霊な部分と、 単調で鋭いリズムを持つ部分が続く、メヌエットが再び反復された後のコーラも落ち着いたものありがとうございます。